ぱいあります、はい、多分、今回はあの序章あのもう一通りお見せしちゃおうかなと、はいはい、思っております。わー楽しみー。マイルドにもできるんですね。そう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 、あの流血表現が苦手な方には、うんうんうん、はい、ちょっと血の色を抑えた表現が、うん、原作27巻もあるんで、ね、どこを取るかどのキャラを取るかって本当に難しいとこだとは思いますが、はい、これはあの本当にゲームの冒頭なんですけど、サザンクロスという町に来て、まあ、シーンと対決するというところからゲームがスタートします、はいはい、これはあの、まあ、原作の流れ、はい、そのまま、ここはそのままですね。まあ、一番初めの山場といったらあれですけどね、はい、盛り上がる、まあのっけからもうバトルなんですけど、うんうん、でここでバトルのチュートリアルにまず、はいはい、なります、はい、でまずはですね、はい、あのダッシュコンボ、これはあの龍が如くでもそうですけど、はい、四角を押すことで、コンボが出せるというところですね、うんうんうん、分かりやすいシステムですね。ロックオンがある位置、はい、で、続いて四角から三角につながるコンボで、四角の押す回数によって、まあ、出る技が変わるので、まあいろいろ試していただく、はいはい、はい、いいですね、スムーズな、はい、まだ簡単です、ね、うんうん、本当に簡単な、で L1 で A ダードですね、この辺も龍が如くと、うんうん、で、×ボタンでスウェイ、回避、回避ボタンってことですね、×で、そうですね、次は攻撃をこうかわして、はい、だから本当にゲームやったことない北斗ファンの方もぜひ触っていただきたいという感じですよね、はい、お、全滅させる、まあ、とりあえず終わったまあ、あの吹っ飛び方が龍が如くでありえないぐらい吹っ飛ぶんですけど、まあ、これがちょっといいですよね吹っ飛んで破裂するっていう、はい、まあ、ここまでは本当に龍のバトルシステムと一緒なんですけども、まあこの後のチュートリアルで北斗の、オリジナリティのあるバトルになっていきます。ここまではまあ多分ざっくりな、あの龍が如くらしい、あのシンプルなベーシックな戦闘システムってことですよね、はい、この後にちょっといろいろドキドキするようなたくさんございますので、うん、そう、でもコメントにもありますけど、やっぱりこう戦って爽快ですよね、スルスルね、はい、スムーズ、うんうんうん、今ですねちょっとあの、はい、宿命玉というのを手に入れたんですけど、まあ、あのこうやってその手に入れた宿命玉をですね、この盤にはめていくことで、技が増えていったりとか、はいはい、体力が上がっていったりとか、まあ、いわゆるケンシロウの能力をどんどん解放していく、成長要素ですね。お、能力解放、はい、もう手に入れたらすぐはめて強くしてい、いただきたいなと、うんうんうん、おお、来た、来るけどもったいぶるんですよね。あー下がっちゃったあー下がっちゃった、チラ見して、はい、ここからがオリジナルで飛行をつくというアクションになっていきます。で、敵の上にドクロマークがついてると思うんですけど、はいはい、これを四角三角のコンボでダメージを与えていくとですね、あのどんどん白くなって今丸に変わりましたよね。あ、はい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 、でこの状態になると飛行がつけるんですね。あ、ついた、はい、あ、しびれてる、でこれで動きを奪うっていう、おお、ついたついたついた、北斗といえばもう飛行ですからねついたついたついた、ドシュッとで、はいはい、アクションが苦手な方用にオート飛行モードっていうのがあるんですけど、あの、まあ、丸がつける状態になったら勝手についてくる、はい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 、へえ、で続いてですね、まあ、さっきのように丸でついた後に今度奥義っていうのが今表示されてると思うんですけど、
このまるで動けなくなった敵に対して奥義を出すことができる、はい、もう一回丸を押すことができる。あ、これで一撃必殺 の、 あの北斗神拳が出せる。すごい。でこれまたちょっと竜と全然違うところなんですけど、竜が如くのヒートアクションって、はいはい、あのヒートゲージ、殴ったりするとヒートゲージが溜まって、はいはい、ヒートアクション出すと減っちゃうじゃないですか。あ、そうですね、減りますね。でこの北斗はですね、あの左上に七星ゲージっていうのがあるんですけど、はい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 、これは奥義とかを出せば出すほど溜まっていくんですね。出せば出すほど溜まる。出せば出すほど溜まるんです。今、あ、違うやつだ。増えましたね。すごい。で、そう、これでこれが溜まっていくとバーストモードっていうものになれるんですね。バーストモード、はい、バースト状態。おお、こういうあのケンシロウがもう超パワーアップするんですけど、はいはいはい、で奥義をたくさん使って出して姿勢ゲージを溜めて、それでこのバーストモードに入ってもう敵をバンバン倒してる、うん、おお、これ気持ちよさそう。これがまあ基本的な流れですね。で奥義の途中にあの入力ボタン入力求められてると思うんですけど、はいはい、これあの全然入力しなくてもちゃんとダメージ入ってるんですね。あ、なるほど、はい、ただ入ってるんですけど、あのボタンをタイミングよく押すことでより、あのより追加ダメージが入るっていう仕立てになってます、うんうんうん、このモード中ジャンプもできるんですか。あ、そうですね、この状態になってなると普段はジャンプできないんですけど、今の状態、バーストモードの状態の時にバーストボタン2回で、はいはい、あのジャンプすることができます。よりスタイリッシュな、ね、感じ。そうですね。でそこからあのまた成長によってそこから繰り出せる技っていうのもたくさんあります。あ、 PV で空中から蹴りみたいなのやってましたね、そういえば。あ、コメントあるけどジャンプは確かに初かもしれないですね。まあバースト中のみですけどもね。そうですね、龍が如くにはやっぱジャンプはなかったので、うんうんうん、いいですね、こうスパスパ、ね、またこれ押して、なんだろう、斬撃剣のファンがこんないるんだってことに私はびっくりなんですけど斬撃剣来たみたいな人が結構いるんだけど、まあ、あのこの残虐表現もあのマイルドにできるのでね、そこは好みに合わせて。あ、残回拳か、残回拳あ、でも打撃感とかね、うん、同じこう龍が如く的なようでやっぱこうタッチが違うんで。あ、なんか色がちょっと、はい、あの奥義の時に求められるボタン入力をうまく成功させると、あの出てくる技名が金色になる。このジャストを狙って、残回拳で、あの奥義をうまく入力するのをどんどん決めていくと奥義自体もレベルアップしていくんですね。奥義がレベルアップをする。はい、あの今奥義レベル右上に1、星1個って見えるんですけど、これがレベル2、レベル3まであって、ちょっとこれね、ワイプの位置をちょっと一瞬ずらしてもらった方がいいかなちょごめんなさい、そう、奥義レベルが右上に、ね、星の数で出てたんですが、見えなかった。そうそうそう、ワイプでちょうど位置がね、また後ほど見たいと思います、はい、お、ついにたどり着いた。喋んない方がいい。じっくり見ていただいて。ケンシロウか、ここへ何をしに来た。結構でもここ恐ろしく長い。結構長いです。いやでもゲームの中でこのシーンも見たいっていうね。ユリアだと忘れたのかケンシロウ、あの日のこと。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。いや、忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、
愛する女を守ることもできなかった。全ては甘ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。うん、女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男。おお、少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。バキバキ。ここでバトルなんですね。チャプター続きますよ、うん。ペリスコープでも懐かしいなかっけーっていうコメントありますけど、やっぱりね、まあの本当35年前楽しんでた方も改めてこのプレイステーション4で楽しめるっていうのはね。ごめんなさい。ちゃんとちゃんとキャラクターの成長してから挑むっていう準備しないと、うん、こう敵を倒していくと聖樹が手に入って、それがまあ要は経験値みたいなもので、あのケンシロウを成長させるというね。おお、すごいジャンプ、盛大に光りましたね。でも技なんかすごいかっこいいから、敵ながらちょっと技見たいなとか思っちゃいますよね、今のとか見るとね。オーラとかやっぱかっこいいし、わざわざ受けてみたいな、ね、そう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 、負けたくはないんだけどみたいな。あたたた、原作のものはそういう感覚あるだろうな。うん、あ、この右上見えますかね、奥義レベルっていうのが星でね表示されるっていう。わたたたたたたた、お、向こうも、あ、このジャンプがね、おお、空中攻撃まで、はい、今ちょっと成長させた要素で、はいはいはい、ああいう技も出る。いいですね、スタイリッシュ。お、あ、入力すると余計、はい、あの演出が入る。そうだ。お、たたたたたたた、体重獲得ちゃんと。でもコメントでも原作をちゃんと再現してるなんてコメントもありますけどもね。これなって書いてある。これなって言ってもらえた方がいいんだよね。そうですね。ユリアはどこにいる。俺はユリアの笑顔が見たくて全力で駆け抜けた。ほんとみんなユリアばっかり。みんなユリア大好き。ユリアに振り回されます。生活をユリアに与えた。まあそうだよね、考えちゃったらね。俺は最後までユリアの心をつかむことができる。いや本当コメントでもあるけどね、本当魔性の女ですよね、ユリアね。いつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは
力でもマッチでもないユリアだ。この涙の表現がやっぱちょっとプレイステーション4ならではって感じがしますよね。このキラッと水の、まあ、血もですけど。俺とお前の戦いは永久に決着がつかないんだ。さらばだ、ケンシロウ。あ、まさか。まあ、ここまでが、まあ、原作準拠というか、はいはいはい、まあ、原作に忠実に作ってまして、うん、もうこっから先はもう完全に、北斗が如くオリジナルのストーリーになっていきます。まあこう、そう、あの龍が如く知らない方がね、もしいらっしゃったんですけど、龍が如くのメインもちょっと似てるんですよね。女を、こう同じね、うん、女を愛してみたいな、こうバトルしてみたいな、これもまたどっちも知ってるとより楽しめるというかね。で、まあ、さっきあのシンがもうユリアこの世にいないって言ったんですけど、うん、ケンシロウはどっかであのユリアがまだ生きてるかもしれないみたいな情報を手に入れて、はい、今こうちょっと放浪の旅を続けてるっていうシーンですね、うん、1990X年、お、世界は核の炎に包まれた。秋山さんじゃないですか。そうです、はい、海は枯れ、地は裂け、山寺さんですね、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた、ね、いい声ですよ、うんうん、だが人類は死滅していなかった。そう、リンとかバットはってコメントあるけど、ちょっとお待ちくださいというかねちゃんとご説明しますんでって。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつがいるんじゃねえかと思ってきたんだ。この村すんげえストレっぷりだぞ。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。もう世界がね、滅んじゃって世紀末だから、あれ放題っていうね。ちょうど嫌ですよね、こんなやつ。で、本当に地球もなんかあったらこうなんのかなとか。いやいや、なんないですかね。なんないね。みんな。みんなモヒカンになるのかなみたいな。可愛いけど、部屋からはみんなあるんだよね。そうなんですよね。ピンクとか紫とか黄色とか青とか、すごいカラフル。区別つきやすいように、うん、そうしてあるっていう話なんですよ。ゲームがちょっとちっちゃいとコメントがあるので、ちょっと上げた方がいいのかな。少々お待ちくださいね。てめえ、ただで帰れると思ってんのか。死にそう。俺に関わるな。死ぬぞ。おい、ぶっ殺しちまおうぜ。あれ死ねお。お前はもう死んでいる。出たなんか聞きました。あー、これこれ。なんだこれは。やめろ。飛行ってすごい子供トラウマになっちゃう。そうですね、目一応ね、押さえてましたけど。すまない、水を一杯もらえないだろうか。お助け。まあそうなるよな。そうなりますよね。そうなるよね。さすがのケンシロウも、うん、脱水症状には勝てない、ね、勝てない、
あの YouTube ライブだと海外の方がアルファベットでヒデブって書くのすごいシュールですね、なんかヒデブって書く、さっきの女の子が お水を、そう、お水も貴重なんですよね、この世界では。私の名前はルカ、はい、この人は私のおじいちゃん、まあ、ちょっとここお兄さん飛ばさせていただいて、はい、まあ、ここは皆さんご自分の手でっていうことでね、はい、まあ、ここで、ルカとルカって女の子とおじいさんと話をしてて、で実はユリアたちが、ユリア重傷のユリアを抱えた従者がいるんですけど、はいはい、その一行がこの町に来てたっていう情報を得るんです。奇跡の奇跡の町へ向かったっていう情報を今のところの会話で聞きますね。はいはいはい。ってことは真のストーリーが終わった原作の後からオリジナルストーリーが始まるっていうことですね。はい。でケンシロウはそのユリアを追って奇跡の町へ向かうっていう。内部の破壊を極意とする一撃必殺の暗殺拳。北斗神拳。あんたが野党を倒したあの技。間違いなかろう。お、ご存知。まさか生きている間にこの目で見ることができるとはな。北斗現れるところに乱ありと聞く。そうなんだよね、これね。あんたの無事を願っているよ。これ毎回なんか俺がいると不幸になるみたいな。そうそうそう。それでケンシロウフラフラあっち行ったりそっち行ったりする。そう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 。一つのところにとどまらない。なるほどね。でも一つのところにいた方があんまり迷惑かかんない。なんかさ、こう冷静なツッコミ、うん、まあでもちょっとここら辺もなんか桐生さんっぽいってあれですけどね、うん、なんかこうとどまらずケンシロウもタクシードライバーとかやるんじゃないかみたいなね。いいから、お腹いっぱい食べてみたいな。そうか、優しそう、優しいんですよ、本当ね、ケンシロウ。トラブルメーカー、うん、まあそうだ。でも結局自分の手で全部収めてるから、ね、騒動があって。まあそうね。うん、奇跡の街へ、奇跡の街を探してます。うん。うん、綺麗。昼も夜も。うん。この骸骨。ちょっとこの荒野の演出もね、やっぱちょっと原作でもなんか。こうやって怖いとこだなみたいな。鳥取やべえな。鳥取じゃありませんよ、ここは。こら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 、鳥取先にこんな骸骨転がってたら大問題でしょそれ。うん、鳥取の人に謝ってくださいって。群馬でもないですよ。お、ピカッと光る。あれは奇跡の町、見つけました。あ、やっぱ人が、はい、みんなここを求めていっぱい来てるんですね、うんうんうん、はい、ここまでが、はい、序章になります。おお、皆さんご覧いただきましたけど、うん、いかがだったでしょうか。でもこうね、バトルプレイもちょっとね見れましたし、いろんなとこ ね, ね、まだまだやります。でもそう、まだまだ今日ね、はい、これだけじゃございませんから、はい、エデン到着まで、プロローグの新鮮からエデン到着まで今ご覧いただいた形となりました、うん、まあ、新鮮までのプロローグは体験会なんかでもね、プレイ可能というところでございましたが、ここからはまたちょっと、はい、そうですね、別の
あのここからはですね、はい、明日から開催されるあの全国体験会で、うん、使用される、はい、あの体験版を使って、ご紹介したいなと思います、はい、つまり明日からということで、まあ、要は実機プレここがほぼ前も体験会やったんですけど、はい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 、あれもバトルにこう特化したやつだったんで、じゃあ今回のこれからはじゃあ街で街を、はい、うん、じゃあエデンの、そうですね、さっきのあのまあたどり着いたエデンに、はい、あの入った後のところの切り取りをするので、画面が違う画面かな、うん、こっちの画面、ね、うん、ここがこっちの違うなんていう、ちょっと待ちください、ゲーム画面今少々お待ちくださいね、スイッチングが、そう、はい、この PS4 じゃない方ですね、これね、こっちですよね、はい、出したい、じゃあ、はい、あれを見てやりましょうか、はい、あのこの明日からの全国体験会用のロムなんですけれども、はいはいはい、まあ、ストーリーを体験するという、あ、これ出ましたね、と、はい、あとはこっちはですね、あの北斗神拳体験する、これはバトルを体験するモードですね、これは年末にも使ったんですけど、でこっちのバトルの方はですね、あの初級がさっきあのお見せした真のところ、はい、チュートリアルも含むところが初級になってまして、で、カサンドラで、カサンドラの兵士と戦うところが中級で、レイと戦うのが上級という形になっています。で今日はですね、あのこのストーリーの一部を切り取ったストーリー体験というところをご紹介したいなと思います、はい、お、マイルドにもしませんまあ、なんかちょっとそういう表現ありきの北斗の拳みたいな一部もちょっとありますからね。そうですね、うん、はい、まあ、でもなんとかあのセロ D で収めた。お、そう、ちょっとそこら辺ね、セロにもね関係しちゃうんですが、ちょっとまあどこまでね皆さんにお見せできるか分かりませんけど、できる限りはお見せしていきたいと思っておりますよ。お、皆さんお待たせいたしました、はい、うん、お前はバット、お、バット来ました、やっぱり剣だ、探したぜ。このキャラの紹介もちょっとこうね、うん、竜っぽい感じ。バット、なぜここにいる。剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。皆さん鋭いです。車は壊れるし奴隷商人に捕まって吹き飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは強豪軍とかいう連中にぶっ殺されるし、強軍にぶっ殺される、強豪軍だ、うん、ああ、そうさ、俺も強豪軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で強豪軍の後をこっそりついていったら、この町にたどり着いて、うんうん、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。ケンシロウといえばバットとリンがね、こう一緒にこう相棒といいますか、家族のようなね、そうか、ケンこそなんでこの町にいるんだよ。今強軍の話出てきましたけど、はいはい、強軍に一度攻め込まれた後のシーンですね、これ、うんうんうん、強軍が攻め込んできて、あのエデンってこの町はすごい高い城壁に囲まれてたんですけど、その城壁が壊されちゃった。はいはいはい、なんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかは上手いと思ってる、うん、町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで前みたいに頼むよ。まあ、ここら辺はこうオリジナルストーリーの中でもちゃんとバットとはこう相棒というかね、うん、関わりがありつつ、ユリアさんがいるかもしれなくて、今はそうですね、あの基本的に原作の設定は崩してはいない、はいはいはい、はい、まあ、ちゃんと監修もねされてますから。あ、ジューザが好きってコメントありますけど、確かにジューザは人気そう。バット、何をする気だ。久しぶりに喋った。そう、こういう完璧超人系の男の人ってあんま喋んないね感じのイメージがあります。お、サイドミッション、今夜の足を求めて。はい、あの強軍が攻めてきた時に、はいはい、あの今回のオリジナルキャラクターのジャグレっていうキャラクターがいるんですけど、はい、ジャグレが強王に変な技をかけられて今ちょっと意識不明の重体なんですね。でそいつを、まあ、なんとかして直してあげなきゃいけないんですけど、うん、あのそのカサンドラ、エデンの外にあるカサンドラっていうところに直せる人がいる。うーん、
という情報がありまして、でそこに行くまでの足に、まずバギーを手に入れるというのがシーンになります。はい、そうだね、車をね、そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。うん、じゃあここからバットについて、はい、お、これエデンの街中、はい、街中ですね。いいですね、これ多分皆さんあまりまだちょっと行けないところも回りつつ、はい、おお、マップとかもあのタッチパネルで押すと出るんですか。はい、おお、ミニゲーム販売店飲食店、いいですね。カジノとか、わあ、歩き回りたい。まあまだ今入れないところ、はいはいはい、そう、門が壊れちゃったんで、あのこうやって普通にモヒカンとかも入り込んじゃってるんですね。ああ、本当入っちゃダメだけど、はい、入っちゃってる。わー、街中も歩いてる人もいいですね。お、ついた、はい、ジャンクショップ、はいはいはい、あ、パーツをここで、はい、バギーがないといろいろね、子供できないという感じですね。うんうんうん、おー、え、確かにケンシロウ一人じゃこういうのはできなそうですもんね。そうですね、まあ原作ではね、こういうケンシロウが普段何やってるのかと全く描かれないですからね。そうですね、確かに。うーん、車に必要なパーツ確かあった気がするが、ボディはさすがに、うん、いや、全部持ち主がいる。いや、向かいのバーのじいさんが動かなくなって車を持ってた。お、いただいちゃいましょう。あっさり、あっさりいただきたいところ。お、ここでジャンプレアから、あ、ちゃんと左上にもなんかレベルとかもある、レベル12とか。あ、そうそうそう、あの街中で絡まれたりはするんですか。はい、あ、街中で、はい、あの門が、強軍が一回攻めてきて、はいはい、門が壊された後は、モヒカンが本当に入り込んじゃうので、はいはいはい、そうなるとエンカウントが発生します。おー、ちょ待てよみたいなやつですよね。なかなかあのセリフも面白いですよ、声かけてます。うんうん、え、お、なかなか渋いおじいさんですね。はい、バーテンダーのおじいさん。え、お、じいさんに頼みがあって、車ください、車をください、直球。車が好きな、車持ってるんだろう、ちょっと見せてください。そうさんな、少しついてくるといい。どこだ。こう、じいさんのバイクも置いてありますか。あ、ほんとだ、なかなか乗り物好きなんですね、きっとね。おしゃれですね、この、このバー。世紀末、世紀末なのに。そうそうそう、だからエデンはあれですよね、割と物資がある方なんですよね。そうなんです、水とかがもう無尽蔵に出てくるところで、まあ、その水使って発電もしてるので電気も作られてるんですね。はい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 、お、ボディとエンジン、それにマフラーは使い物なんだ。いや、本当のようだな。動かないわね、綺麗じゃねえか。ください、ください。用心棒やるからとかね、言えないの。うん、譲ってもいい、お、譲ってやってもいいという言葉言いましたね、おじいさん。太っ腹ですね。
いいですね、これ。よこせよこせ。ならば一つ頼みを聞いてくれ。お、これをじゃあ聞きましょう。聞いて代わりに車をお借りしましょう、車をね。あ、嫌がらせをしてくんだ。永遠にバレないっていうの騒ぎ起こして、これって追い返してくれ。わかった、やっつければいいんですな。そうですね。いつ頃来るのこれ、これ、あのタイミングよく来るやつじゃないですか、これ。もう来てますあ、いた、タイミング、タイミング神いい、ここら辺のこうポンポンと進む感じもすごいどうやる。お、じいさん手出しない方がいいぜ悪党2チビがいい度胸してるじゃない。これじゃねえよ、ケンケンシロウじって一応見るんですね。ありがたい俺かよみたいな。なんだお前、俺たちの方なんだよ。そっか、やこの悪党たちはやっとの思いでこの物資がたくさん霊殿に入ってきたからってことですね。そうですね、うん、でやっぱりあの殺しとかしちゃうと衛兵隊っていうのがちゃんといるので、はいはいはい、そいつらに捕まってしまうのでか、まあ、もしくは追い出されちゃったりする、うん、で、まあ、ちょっとしばらくおとなしくしてようかなっていう感じだったんでしょうね。はいはいはい、うわーすごい。これまたバトルになるんですけど、まあ、さっき の, あのバトルの説明以外にもさら、ね、はいはいまあ、にちょっとありまして、チパチパ、あ、ちょっと弱すぎるな、殺しちゃうな結構強くなってますね。あ、なんか棒が打ってきてる、はい、このデブ。おお、ちょっと、あー、棒が汚い。あ、ミスったお、あ、そうですね、ジャスト飛行という、ジャスト飛行があるんですけど、ブシュ、お、ジャスト飛行、はい、デブ、あのデブを、あの今丸をした後にもう一回丸が出たと思うんですけどあれを本当にうまいタイミングではいはい、はい、押すとジャスト飛行と呼んでて、でこのデブを倒すとヒデブっていう断末魔がこう武器になる、ね、はい、デブを倒すとヒデブが武器になる。なんかすごい、自分でも何言ってるかちょっとよくわかんないですけどヒデブキっていう名前なんですヒデブキ竜だとなんかこう、ね、壊し屋というか、まあね、竜でもたくさん周りのものは使えますけど、そのような感じで、はい、そうです。でデブを倒すとあのヒデブキが出て、うん、であの巨漢、すごいでっかいキャラクターがあるんですけど、はい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 、そいつを倒すと体力回復になるもの、アイテムが出る。じゃあジャスト飛行が狙えるならもう狙った方が、そうですね、うんうん、であのなんかやってるうちにだんだんタイミングつかめてくると思うんで、はいはい、慣れてくると思いますから出せるようになってくると思うんで、うんうん、しかもジャスト飛行やったら一撃で破裂してましたよね。そうなんです、あのもう本当に一撃必殺で敵を倒せるので、うんうん、本当にスピーディーに敵倒していけるんですよね、うん、で、まあ、そのデブを倒すと武器が出て、はい、巨漢を倒すと、体力回復が出るんですけど、その他の敵を倒した時は、はい、この七星ゲージが溜まる、まあ、アイテムというか落ちるので、まあ、ジャスト飛行をどんどん決めながら、うんうんうん、七星ゲージをバンバン溜めて、で、まあ、バーストモードになって敵を一掃するという、すごくスピーディーな倒し方です、ね、いや毎回狙いたくなりますね、はい、うん。お、パーツ屋さんにパーツを。おお。11,000。お金足んないですね。足りない。なんだろう、この時のお金の設定が何なのか分かんないですけど。お金が足りない。確かにお金どうやって稼ぐんだろうっていうね、この時代の。そうですね。まあ、あのどんどんミニゲームが開放されていくとバーテンダーのバイトでも稼げるですね。で、まあ、もちろんそのエンカウントの敵を倒しても、あの物だったり、はい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 、お金だったりっていうのは入ってきます、うん、
でもちゃんとここら辺も原作者様の監修のもとなんで、ケンシロウがしないバイトみたいなのはきっとしないでしょうね、きっとね。そうですね、しない、しないよね。はい、そうですね。まあ、あの街で困ってる人とか助けてあげたりすると、うん、まあ、ちょっとお礼でもらえたりしますので。で、まあ、あとはそうですね、命を狙ってくる野党とかを倒していくと、うん、お金やアイテムが出る。そっか、サブストーリーみたいなので解決しててももらえるみたいな。でバットが今、バットかわいい、いい稼ぎ口があるっていうんで、うんうんうん、ちょっとバットについていきます。すごい、リンちゃんに会いたいってコメントもさっきもありました。リンちゃんもちゃんと出てきます。うん、リンちゃんも出てきます、ちゃんと。今回この体験版には入ってないです。はい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 。お、ここが壊されたもん、ね、そうですね、はい、強軍が入ってきて壊されてます。はいはいはい。ここから悪党たちが入ってきちゃう。そうです。ケンシロウさん、あの強軍を撃退したのもケンシロウですし、うんうん、で、まあ、その強軍が来る前に、あのケンシロウがそもそもこのエデンの中に入る時にですね、あの一回捕まってるんですね、衛兵隊に。はいはいはい。で囚人扱いされてるんですよ。あらららら。らで囚人討議っていうのがありまして、うん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 、でそこでケンシロウ、あのデビルリバース倒して優勝しちゃってるんで、もうこの町ではかなりの有名人になってます。強さはもうみんな分かってると。はい、もうみんなケンシロウのこと知ってるみたいな状態。いやでもなんかバトルとかすごいたくさんやりたくなりますね。もちろん街中もうろうろしたいし、やっぱ北斗の世界観で自由に動けるっていうのがやっぱりすごい魅力的ですよね。そうですよね、うん、また全然竜とは違った世界なので、うんうん、本当に楽しいと思います。兵隊のお手伝いをして、お手伝いを、バイトを稼ぎ、稼ぎましょう。お、はい、あ、うん、撃退ね。あとやっぱりバトルだとこう、いろんな原作に出てきたキャラをこう、はい、駆使して戦うっていうのがまた、ね、あの冒頭に言いました、あの粛清五分、そうなんですよ、あれがね、機能がありまして、皆さんにご覧いただきたい。まだまだやろうぜ。ちょっとホーム画面からご紹介しようかな、はい、これですね、粛清五分っていうのがあるんですけど、はいはい、これまあゲームを進めていく中で、いろいろ手に入るんですよね。リーン でその五分をですね、こう十字キーにアサインすることができました。はいはい。でこれ、まあ、上にリーンがついてますけど、これリーンはですね自動発生で、あの検証がやられちゃった時に、はい、あの体力全回復してる。お、ありがたい。でこれ、これですね、汚物は消毒だの。一番有名なモモキャラですよね。はい、火炎放射器を使えるようになります、うん。消毒されちゃうっていうね。はい、これがヒューイですね。ヒューイ。はい。まあ、あの風を起こしてなんか敵の目を一瞬見えなくするみたいな、はい、動けなくする。炎症の五分ってちょっと笑いますよね。でこれ時の五分なんですけど、これ時の五分が強いんですよね。複数の敵にいっぱいあの飛行ついてみたいなんで、さすが鬼三分というか、逃がしてみましょうか。あ、間違えた。こっちこっち出ちゃった。あ、何これ、火炎放射器。火炎放射器をもうケンシロウが汚物を消毒する。消毒で、あ、でも強い。結構強いですよ。本当面白い。汚物は、あ、クールタイムがあるんですね。そうなんですね、1回使うと何分間かは使えなくなって、あ、今あんまり見えなかったな。あ、武器かっこいい。せっかく使ったのに。でもみんな一撃でブシュって、はい、そうなんですよ、かなり強いんですよね、時の僕で。あの粛清五分自体もどんどん強化してレベルアップさせることができて。あ、そうなんですね、はい、でレベルアップしていくと、あのそのクールタイムが短くなって。ちなみに粛清五分の、あの、あ、タワーが出た。あの強化方法は使えば使うほどなんですか。あの素材を集めて
あの呉服屋ってところに行って強化してもらうんですけど、はいはいはい、でその素材集めもまあ結構大変は大変なんですけど、うんうんうん、それをやっぱり荒野に外に出てアイテム集めたり、はいはい、あの闘技場行って、闘技場で買って商品もらったりとか、いろんなところに素材が散りばめられているのでいろんなプレイをしていただいて、はい、で今、5万イディアル手に入って、あ、めっちゃもらった。すごいヒューイも見たいってコメント、結構ヒューイみんな好きなんだね。数ページで死んでた記憶しかないんだけどそんなにみんな覚えてんだっていう感じです。まあ、少なくとも1話の中で死んでましたよね。そうですよね。わーってきてわーって死んじゃったみたいな。はい、じゃあ再びジャンキアでパーツを買いましょう、はい、いやでもラオウの技とかサフさんの技とかいろんな原作の見たくなりますね、これね、集めたくなるというか、はい、お、買える。で、アイテムを買います、はい、あ、単位がイディアルですね、うん、あ、そうですね、通貨がイディアル、うんうん、通貨がイディアル、はい、お、ガソリン。まあ、ちょっと今回はガソリンサービスしておきますよ。はいはい。いやー、サービス。ありがたい。まあ、でもケンシロウはこの町ではすごい強いって知られてますからね。はい。いや、タワバとかヒデブとか考えた作者の人、うん、天才ですよね。35年こうやられた時の声として、ね、語り継がれるってすごいなと思いますけどね。ついに車ゲットか。おお、やったー。お、なんか BGM もなんかそれっぽい。あとなんかかっこいいですね。うん。お、荒野に出ることができる。うん。あー、試運転だって。お、クリア。足ができたので。はいはい、荒野に行ってみましょうか。はい、宿命ポイント。あ、荒野に出れるんだ、はい、ここでバットに話しかけることで、はい、荒野に出ることができます、うん、うん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 。であとまあレースっていうのもあるんですけど、ヒャッハーレースという場所。ヒャッハーレース、はい。でレースも、おお、レースに出た。あのコースが5つ用意されてまして、でまあ、5つの中にまた初級、中級、上級がありまして、それぞれあの優勝することであの手に入るあの報酬があるんですね、うんうんうん、これだとあのワイルド001ってこれタイヤなんですけど、はいはい、このバギーをカスタマイズするためのタイヤっていうのが手に入るんですね。車もどんどんカスタマイズができるわけですね。そうなんですよ。で、まあ、今から荒野をお見せしますけど、はい、荒野出て、はい、あのノーマルの状態だとあの行けないところとかあるんですよね。すっごい急な坂というか、あの砂が流れてるような坂道とかは馬力がないと登れないですし、はいはい、それはもう本当にカスタマイズして強化していかないとそこの上に行けなくなって。うわー、これはやり込みがいがありそうですね。バギーを改造しがいがあるというか、はい、せっかくだったね。まあ、改造していく後どんどん改造していくとどんどん行ける範囲が広がっていくっていうような形になります。うんうんうん。へー、どうなるんだろう。おお、あ、しかもレシーブ U じゃないですか、はい、メタルバージョン。メタルバージョンがね、もうリューファンはたまらない。おお、荒野。荒野、今回ですね、はい、あのまあ今回ちょっとあのアイテムとかが落ちてないんですけど、はい、あの製品版だとここにあの光の筋みたいなのがいろんなところについてて、おでそれをその上通るとアイテムが拾えるっていう、まあ、それでやって素材をたくさん拾っていくみたいな。おい、てかどのくらい広いんですか、これ。ですね、あのちょっとマップをお見せしましょうか。はいはいはい、今ここがエデンだったんですけど、はいはいはい、ここからスタートして今ちょっとこんだけ走りましたけど、はい、わあ、結構、あ、まだ下も下までありますね。広いんですよ。でなかなかこういうところとかは、はいはい、あのミッションある、まあ、ここにもなんかミッションが用意されてたりしてだいぶ広いですねこれねあのそれをクリアしないといけなかったり、うん、あ、
ターの時ガソリン切れたらどうなるんですか？ガソリン切れたらゲームオーバーです。え、ゲームオーバーゲームオーバー、はい、はい、なのであのこのガソリンのマネジメントっていうのは結構重要めっちゃ大事じゃないですか。なってくるんですね。で、このバギーなんですけど今右下にあのオレンジ色のゲージありますよね、はいはいはい、でこれ耐久度なんですけどバギーので、四角を押すとブーストがスピードアップできるんですけど、これをこの耐久度を削ってブーストをすることができます。一時的にスピードは速める耐久度で、うん、で使っちゃうと、そうです、あのしばらく普通に走ってると回復するので、でこれあの今赤いのが見えてますけどこれ敵なんですよね。あ、この矢印出ての敵、あ、じゃあエンカウントするんですか？はい、エンカウントします。でこいつらに見つかっちゃうと追っかけられるんですよ。だからあの逃げたい時とか車に乗ったまま引いたりとかはできない。引いたりはできないですね。いや、なんか映ったらやばい。いや、なんか見つけてくんないな。ねえ、あ、でもあ、いたあ、いきなりぶつかっちゃいましたね。そっか、これぶつかるとバトルになっちゃうんですよ。なるほど、じゃあぶつかなければバトルにはならない。そうです、そうです。で逃げ切る時とかにあのブーストとか使ったりとか、はいはいはい、へえ、岩肌結構いるんですよねこいつら。結構いる。だからあの捕まると結構大変なんで。めっちゃいる。え、他にいろんな守護ね、守護汚染粛清ゴフ感じゃない？ちょっとせっかくだからね、みんなも見たいって言ってたんで、ありますか？今ちょっとこれは今まだ周囲しかないかな。周囲、周囲、あ、周囲、あ、範囲攻撃だ。みんな目が真っ黒になっちゃってもう風だから飛行つき放題。お、背後から、あ、目が取れた。でもちゃんと、おお、クチコイキ、お、ヒューイかっこいいってコメントも、おお、蹴りバージョン。これ全部使って全部育てたいですね、なんかね。いろいろ見たいな。ね、あのせっかくだからあの特定の国王号のやつとかもね、ちょっと見たい。あ、ここ入ってました、ね。入ってない。なんか無双テンション見たいとかね、本当にコメントもいっぱい。はい、まああのこんな感じで本当にね広大な荒野が広がってまして、はい、でまたあのエデンの中でエンカウントの敵がたまにあの宝の地図って落とすんですよね、荒野に落ちて、はいはいはい、でそれ制限時間付きなんですけど、はい、それ拾ったらもうバトンのとこ行ってもう素早くバギーに乗って、はい、そのお宝の地図の記してるところに制限時間内に行くと、はいはい、何かしらいいものがゲットできる。お宝の地図はどのぐらいいいものもらえるみたいなのとか、これあのランクがありまして、はいはい、そのエンカウントバトルですごいあの気づいたかどうか分かんないですけど、あのバトル終了後に評価が出てるんですよね。あ、ありましたね。 C とか、はいはいはい、B とか A とか S とか、はい、でそれであの例えばトリプル S とかやるともう S ランクのお宝の地図がゲットできたりとかするので、でただ S ランクのお宝の地図って相当遠いところだったりするので、はい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 、やっぱりそこに制限時間内にたどり着くにはちゃんとバギーをカスタマイズしててスピードが出るようにしとかなきゃいけなかったりとか、もうガソリンのタンクを大きくしとかなきゃいけなかったりとか。そうだよね、だってガソリン切れたらゲームオーバーなんですよね、だってねまああの荒野の中にも途中途中にあのガソリンスタンドあるんで、ガソリンスタンドあるんですね、はい、荒野に。今マップには出てなかったですけど走っていくと発見できるんですね、はいはいはい、そこが。でそこでもあのセーブポイントにもなってますし、うんうんうん、まあ、途中途中でありますんでそこで給油しながら、なるほどなるほど、それも皆さん、はい、宝の地図も楽しんでいただけるね。でですね、ちょっと体験版には入ってないんですけど、いわゆるこんなケンシロウを見たことがないというところのミニゲームを少しお見せできればなと思います。はいはい、はい、バーに来ましたね。これバーですね。バーでバーテンダーを、さっきの車くれたおじいちゃん、はい、でこれで働く、働くがある、はい、これまあ、 あのもちろんあのちゃんとこのおじさんとの、 あのこの働くことになった経緯みたいな出会いのイベントっていうのはちゃんとあるんですけれど、その後このケンシロウが店を手伝うという。行ってみたい、はい、
でこうやってお客さんがねえねえどうもねえねえこれさでかいばあさんっていう名前どうなんですかこれ原作にも登場原作はねあれ敵が化けてるそうそうこのようなババアがいるかみたいなやつですよね、はい、でこ の, あのお客さん選んで、まあ、それぞれに合ったミニゲームをやるという、はい、お常連あちゃんとスーツ着てはいちゃんとタキシードでお願いしようかしらでこうちゃんとシェイカーああちょっとこれ前振れます佐藤さんあのコントローラーちょっと振ってるっていうシュールな絵だわこれ皆さんもちゃんとコントローラー振っていただく形になりますよねお結構頑張んないとあーでもお客さんいやいやしまった、しまった余計なもん押しちゃったあよかったで成功するとこの演出が出てオンザビーチですオリジナルカクテルじゃんしかもお味のほどはありがとうおーグッドなんかメーターもなんか上がりましたねそうですねあのこのお客さんとのなんか親密度みたいなああなるほどおカクテルそんな詳しいなお、はい、でまあ親密度上がるとこうやってアイテム手に入ったりとかまた新しいそのサブサイドストーリーが展開したりはいじゃあ椿さんやってみましょうはいせっかくだからやってみようかな、はい、あいいですかじゃあ私もここまで来たらでかいばあさんにでかいばあさんみんな誰がいいみんな誰がいいえ種もみ屋店主かでかばあが下見化粧の濃い女かでかいばあさんかまあでかいばあさんだよねはいでかいばあさん行きたいと思いますヒヒとかってやばい何か甘いお酒でもお願いしようかね、はい、これはシェイクではなくてですねステアと呼ばれるやつなんで、はい、おあの R のアナログスイッチをぐるぐる回してください右だけはいもうはいもう一生懸命回してあちょっとこう懐かしのラブインハート思い出覚えますよこうあーやったできたぐる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 言わなくてもいいいやこぼれちゃってるし全部こぼれてんじゃないかって全部こぼれてるしなんと眠れぬ夜ですやだ眠れぬ夜お客さんだからねでかいばあさんにいいカクテルを出すじゃないかうちも負けてられないね今度何かメニューを増やしておくよっとくれあなんかお店やってるんだでかいばあさんそうなんですよこのばあさんあのスナックみたいなとこやっててあ、ほんとスナック楽園、はい、通えるんだでそういうあのエデンの町に住んでる人たちがたくさん訪れるんですねでその人たちと親密度上げていくと、はいはいはい、そこの店のメニューとか品揃えがどんどん豊富になっていったりっていうことになります、はい、じゃあバーテンダーもう一個くらいやりますかあもう一個やりますかはい大丈夫ですか時間あのクリニック行きます、ね、あそうですねねえねクリニックにしますかじゃあ一旦、はい、じゃあこれせっかくだからちょっといろんなのねお見せしたい感じはありますが一回バーテンダー向けてですね、はい、一回スタジオに画面戻しましょうかねはいいやまあねメインのオリジナルストーリーもあれですけどやっぱちょっとサブストーリーみんなどんなのがやりたいかもね気になりますよねだって今のところバーテンもあってヒャッハチェイスもねうん、あるし、うん、レース、まあそうはい、クリニックもあるしでもやっぱクリニックみんな見たいって音ゲーっていうことに結構びっくりしてた方もね、うん、いらっしゃいましたけどそうですねじゃあちょっとクリニックできるところへ行きますね、はい、うんあちょっと待ってあバトルに絡まれたすごい物騒な武器持ってるんだけどあもうそうだせっかくなんで粛清報告ねさっきのとちょっとデータが違うのではいお何を見せて どこに入ってたか下に国王あ国王号ラオウもいますね上にねあどっちが見たいかうんでもどっちも見たい国王ってでもあれですよね攻撃力アップなんでへえラオウにじゃあ攻撃力アップしてからラオウを使うとラオウ
なるほど、合わせ技で。三角だ。おお、強っ。あ、全員死んだ。一撃ですね。強っ。強、さすが。もう評価がうなぎ登り。評価がそうですね。強、さすが。SSS。あ、宝の地図出ましたね。さっき言ってたやつ。ランク意外に低かった。いやでもラオウが見れたのはちょっとさすがラオウっていう感じですね、はい、めちゃめちゃ強いですよね、あれね。全員一撃は、あ、またいる、うん、ちょっと無視して、はい、あ、クリニック、クリニック、クリニック、ちゃんとこう治療するわけですもんね、はい、あ、あの左に出てるタイムが宝の地図の制限、あ、そうです、そうです、時間か、はい、あの時間内にたどり着くことができれば、はい、お宝が手に入る、うんうんうん、そう、飛行は殺すだけじゃないんですよね、はい、うん、なんだこりゃ、はい、診察局、じゃあ やってみましょうかどんぐりコロコロ、え、じゃあ椿さんにプレイをして、はい、やりたいと思います。あれなんですよ、倒すだけじゃなくて治療にも使えるのが飛行なんですよね。そうです、だからクリニックで、あの単純な患者だけじゃなくて、この薬を奪いに来た野党も紛れてるんですね。だからそいつらはもうボコボコにしていいんですか。いいんです。いいん、じゃあやりましょう。え、あ、音ゲーだ。アタタは、アタタは連打ですね。連打か、連打。あ、本当に悪党いる。混じってるんですよ。どんぐりコロコロってマッツ三角連打。ちょっと夢中になっちゃうんですけど、あ、患者の目の前でなんか、あ、なんか ライトみたいのが、ね、ディスコみたいになってる。クリニックですね、ここ、はい、うまくプレイできるとこういうなんか演出が盛り上げ演出が、あ、なんか入った、うまいですね。お、エスいった、あ、エスいった、エスいった、やったー。病人の前で破裂していく悪党すごいシュール。これ直した患者の数だけ後ろに並びますよ、ね、そういうことなんだ、はい、そっか、野党はもうだって弾け飛んじゃってるからいないのか、そうか、ね、いやー、はい、なんかすごいシンプルで面白かった、ありがとうございます。これがあの、はい、ケンシロクリニックと呼ばれる、なるほど。